ブルータル・ジャスティスは2018年のアメリカ合衆国、カナダのクライムスリラー映画。監督はエスクレイグ・ザラー、出演はメル・ギブソンとビンス・ボーンなど、R15 指定。ザインシデントやパペットマスターの脚本を担当、トマホーク・ガンマン VS 食人族やデンジャラス・プリズン牢獄の処刑人マイナスで容赦なき、バイオレンス描写、独特の世界観から、ジャンル映画ファンの間で、 暴力の伝道師として知られるエスクレーグザラー監督の日本初公開作品。第40回ゴールデンラズベリー賞で人命と公共罪を軽視する無防さに対する最低賞にノミネートされた。ベテラン刑事ブレッドとその相棒トニーは強引な逮捕が原因で6週間の停職処分となった。家族のために大金を必要としていたブレッドは麻薬密売人の取引後に 彼らから金を強奪することを思いつく。ブレットはトニーを誘い、ボーゲルマンという男に狙いを定め監視、微行するが、これが思わぬ方向へと向かう。括弧内は日本語吹き替え本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には146件のレビューがあり、批評家支持率は76%、平均点は10点満点で6.9点。 批評家の一致した見解は、そのタイトル通りに残忍で過酷な、ブルータルジャスティスは、高速のスリルではなく、ゆっくりと燃えるようなドラマを目指しており、それを実現するために、適切なキャストを揃えている。となっている。メトクリティックには28件のレビューがあり、高評価は14件、賛否混在は13件、低評価は1件で、平均点は100点満点で60点となっている。 ありがとうございます。